アドリアン・ファンデ・ベルデは、オランダの画家で、動物や風景を描いた作品で知られている。アムステルダム生まれ。アドリアン・ファンデ・ベルデは、画家のウィレム・ファンデ、ベルデの息子で、兄のウィレム・ファンデ・ベルデは、海洋画家である。スヘフェ人間の海岸、アドリアンは、海洋画家になりたくなかったため、風景画家のヤン・ウェイナンツの工房に入った。彼はそこで、フィリップ・ス・ウェルマンと出会い。 影響を受けたものを思われる。進歩が早かったアドリアーンは、しばらくして、師匠の風景画の中に人物を描き込むようになる。また、メインデルト・ホッペマ、ヤーコプ・ハンドイスダールなどの画家たちの作品にも、協力するようになった。画家であり、著日家のアルノルト・ホーブラー県によると、アドリアーンは、ヤン・ファンデル・ヘイデンとフレデリック・デ・ムーシェロンの作品に、 動物たちを描き加えている途中で亡くなったという。アドリアンの好んだ題材は開けた風景の中に羊や牛、ヤギなどがいるといったもので精密に描かれている。また、スケートをする人々のいる冬の風景を描いた小さな作品が数点残っている。宗教的な題材を取り上げたこともある。ありがとうございます。